とね、ちょっとね、もらっていい？で、技がコードになればなるほど受けがやっぱすごい大事になるんだね。何が言いたいかって言ったら、ちょっとこうやってる人がいる。いや、これ上が悪いんですよ。だってそもそもさ、こういうクロスにいねえだろ。左足前に出してたら右足、あ、抵抗しないで。もともとこういうクロスにいないんですよ。クロスにいって左足が前にあるから、これが重くなるから、その後左足が前、あ、そう、左足前に出ちゃダメなんですよ。クロスにそもそもするときに。だって、それと、こう、スパイラルされたときに左足前に出す人いないんですよ。だって、右手、もう一瞬にしてもくられたね。だから、スパイラルは受けるときはこういう形になるわけ。クロスにもしたいし、潜りもされたくないか。で、ここから踏んできたら、跳ね、そう。こっち空いてるでしょ。だからこっちにはめるから俺崩、おお、こうやって崩れるわけ。うん。まあそれはちょっとクロスニーをあんまりやらないって人は分かんないから、だから今説明したから。スパイラルを受ける、スパイラルガードを受ける形ってこういうコートしか言いようがないけど、時間があればなんぼでも細かく喋るんだけど、クロスニーしますよという形でクロスニーしに行った時に、おお、こう跳ねられる。だからそれは受けがそういう形してあげて、そう、不適切な形してればいつでも潜れるし、そもそもクロスにできないからね。ちょっとやってごらん。